今日は腕相撲から始まります。テンションもりもり、皆さんこんにちは、もーもーでーす。今回はももかちゃんと二人でトッピングに来てます。今回奈良からミッション行きまして、ショッピングモールでいきなり1万円を使えたら二人で何かちょ、大事なところかんないけど二人で何かやっていきたいと思います。二人で1万、5000円、5000円でもいいし、何千円でもえぐっ、好きなもの何でも買えるよ。まずは食事します。いただきます。サイゼリアのさ、うそでしょ、はい、ということでご飯食べました。ちなみにご飯は1人2000円ちょっとだったんですけども、ご飯は1万円の中に含まずやっていきたいと思います。はい、こちらの1万円を使っていきたいと思うんですけども、今回のここのショッピングモールすごい大きくって、フライングタイガーとかディズニーショップとか GU とかディズニーストアですね、ストアとかいろいろあるので、いろいろ買っていきたいと思います。量だよね、量でチュッてなくなる。レッツゴー、すいません、レッツゴー。たくさんお買い物しました。で、私たちはお飲み物を買ったので、はい、ハッピーしていきたいと思います。本当はこれ上が可愛くね、韓国語書いてあったんだけど、なんかね中国語じゃない、あ、わかんないけど、歩いてるうちにちょっと崩れちゃいましたね。あ、ありがとうございます。はい、こちらのおタピオカ屋さんですね。このものはキャラメルミルクティーを頼みました。じゃあ天国とスクリームミルクティーみたいなやつ。うん、ということで、ももかちゃんで紹介してるほのぼの、ももかちゃん、ということで、まあ、とりあえずこの動画よく考えたらね、途中だったよ。あ、歌詞が見ましたら、せーの、じゃあ、お家のほのぼも、もんかちゃんだ。はい、せーの、ピューン。ということで、ニューノンから1万円渡されて、今回、2人で好きなものを買いまくりました。こういうのやろう、こうやって、飲んで、こうで、こうして、で、こうして、キューで、口パーで。うちあのさ、ズン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 やってるとさ、すっごいテンション上がってるんだよね。あ、できる、うちも。ちなみに今回バリバリオーバーしてやってました。出た、ノエロン番組しわーん。最後どうしてもお久しぶりにリンクコーデ、おソロコーデ、最後おソロでしょ、あれもう完全に。そうだね、ちょっと色違うんだけど、色地コーデ、 あ、せーの、色地コーデ、色地コーデをしたいと思って DEで買いました。それはね、最後にファッションショー、あ、服着られる、いいって分かりづらい、服紹介をするので最後に紹介します。行ったお店中に紹介していきます。ということで、最初に行ったお店はわがーみごにキュイゴー、行ってきました。で、ここではうちは何も買わずにももかちゃんが商品も買ってました。じゃあ紹介してください。こちら、まずはこちら静かになるのやめてもらっていいですか。399円です。お値段399円でした。はい、カチューシャですね。このグレーっぽいような、青グレーっぽい、グレー青、ブルーグレー、グレーブルーみたいな、グレコンみたいな、ネヨネヨした形の、ネヨネヨした感じ、どうよ、いいね、ちょっと貸して、夜さ、これでさ、スキンケアしようかな。何買ってもらう気満々なんですか。すごい、すごいじゃん、平野ノラみたいだったよ、めっちゃ、うん、少子もおつたまげー。はい、次はめっちゃぶって、私選んだんだけど、こちらバケットハットですね。こちらお値段こんな感じ、いくら、1590円。そう、うちもね、ほんとウィゴーで靴を買おうかなと思ったんだけど、そういえば最近スニーカー新しいの買ったんで、3000円が1999円になって安いなと思ったんだけど、結果買いませんでした。
うち最近ね、すごいバケットハットにハマってて、これから秋じゃん。で、秋ってなんかこういうブラウン系のイメージがあって、かわいいし。ダスト、これ。ダスト、こちら。599円。ネックレスですね。最近なんかさ、ビーズ系ハマってるじゃん。うん、ビーズの指輪とかも。で、このさ、黒となんか白の感じが、マリー・クワントっぽくない？なんか。何それ、ブランド、ブランドか、ブランド知ってる、あの学校の先生がそれのハンカチ持ってた。あ、持ちがちだよね、こういう感じのビーズっぽい。赤子女性、めっちゃ可愛くない？最近文句ないよね、ボーイッシュ系で。そう、ちょっとね、なんか最近目覚めてる。最近パパがスニーカー、最近というかスニーカー買ってくれて、すごいそれが可愛くて、エアジョーダンバージョン5だっけ、買ってくれて、それにちょっと可愛すぎて合わせちゃってますね。続いて、はい、次はプラザで買ったものです。で、ここでは私もいっぱい買いました。で、まずももかちゃんのこれから紹介します。確かに、じゃーん、かわいくない？これニキの、こちら1760円でしたね、税込み。うちね、ニキがすごい好きで、リンゴ刺繍が入ってる。今ちょうどいいメイクポーチ探してて、すごいちょうどいいし、シュッて閉まってる感じも可愛いなということでこれにしました。で、これ他にもいろんな動物あったんですけど、私はゴリラにしましたね。じゃあ次はほのぼのパラダイス、ほいー。ということで、プラザでは2点なんですけども、こちらロム&、うちも持ってる、ロム&っていうブランドの G ウォーターグロス00番です。これは口紅の上から塗ったらプルプルするよみたいな感じです。ちょっとラメっぽくなる。値段は1210円です、うん、めっちゃ可愛い。開けて塗ってみようかな。で、下見ずにこう普通に欲しかったら買ったんですけど、うん、ここの口紅の部分がふさふさじゃない、シリコン、シリコン、めっちゃ可愛い。おいしい。あ、いいじゃん、いいじゃん、可愛い、めっちゃいい。ミントじゃん、めっちゃこれです。あとは美容系さんだったらマートソさんとかクレナちゃんとか、そっち系の方いっぱい見るんですけど、結構前から欲しかったクレナちゃんがプロデュースしたコスメがあるんですよ。で、それがプラザに売ってたので、アイシャドウだけ購入しました。シピシピドレッシャーアイシャドウの01番です。最近は赤系のメイク、また自分の中で流行りだしてるので赤系のアイシャドウを買ったんですけども、他にも買おうかなと迷ったのが涙袋と二重ラインを描くやつ迷ってたんですけど、それは今ケイトのやつ使ってるから、それがなくなってからにしようかなって思ってます。じゃあ、かわいい。お値段1848円です。これすっごい可愛くない？可愛い。なんか色といい、ラメとマットの使い分けがすごいできそうな感じで、本当にいいです。シピシピっていうのが可愛い。うん、プラザ以上なんですけど、最初に見ていただいたと思うんですけども、この後にタピオカを買いました。で、ここまで使った金額がももかちゃん大体5000円ぐらい、ももも3000円ぐらいで、あとうち2000円ぐらい買えるかなと思って GU に行ったんですけども、そこでやっぱり色地コーデしちゃいました。ほいー、今モロこうやって持ってくるとこ見えちゃったけど、ほいー、パーカーです。これはうちの余ったお金だからっていう、優しい優しいももかちゃんがいたので、ちょっともう一回言って、なんて言いました、今優しい優しいももかちゃんがいたので、え、もう一回言ってもらってもいい、ちょっとなんか気持ち、優しい優しいももかちゃんがいたので、私の好みな服装にしました。ももかちゃんが白、白、はい、ありがとうございます。で、うちが黒色で、ここの膝下ここら辺までのトレーナーとかパーカーがすっごく好きなんですよ。カリミが深い、中履いてんのそれっていうぐらいのが好きなんだけど、それを買いました。こんな感じです。ほんじゃ、なんかサイズ選ぶときに、あ、ほんじゃ M じゃん。え、違うの、あのね、本当は黒の S が欲しかったんだけど M しかなかったから、うん、いっかって思ってそうしました。最初違うやつもいいねってなってて、そうその時なんか結構ダボっときたくて、最初 S 当てて、ちっちゃいの M、 ちっちゃいのちょっと L、 ちっちゃいのもう XL でいっかとか言って、みたいなね。それだけ結局こっちにしたんです。1990円です。なので、まあ、これで1万円だったんですけど、どうしてもね、久しぶりに色地コーデ、おそろコーデしたかったので買いました。なんかすみませんね、あの、C にここからあと動画2本撮るんですよ。ダイソー10点買ってみたと、あとはフォートナイト、なんか最近2人でツアーしながらやってるんですよ。まあ、うちらピク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 、下手なんですけど、なんかたまたま撮れちゃったみたいな。だから下手って言っても、下手なところには下手な人たちが一緒にいてくれるから、その合わせられてると思う、多分。多分初めての人は絶対1位取れるみたいになるから分かんないけど、まあ、うちも初めてやった時、一応斧だけで武器あるってこと知らないで、斧だけで草むらに隠れて2位
すごっ。試合で撮影の時にこれを着てやりたいんでしょ。いいじゃん。やっぱり服はコロコロ変えた方がいいなと思って服着たいと思う。ナイス。で私はこの襟をちょっとちらつかせたいな。これの上に着るわけあった。着てみていい？いいよ。ちょっとせーの久々のほのちゃんと撮影ってなるとやっぱなんか電気を感じる。電気を感じる。ビリ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 って言えば、ももかチャンネルさんの方でねコラボ撮影をしておりますので、そちらも皆さんぜひ見に行ってください。超可愛いじゃん、超可愛いじゃん。襟が見えないこと絶対。ちょ、これトレーナーじゃないんだから出せないでしょ。あんたこっちも着た方がいいから、着るか一応うち仲の中せーのヒーということで着替えました。私たちはファッション的にこれをつける派の人です。なんかノエなんか小学校の時これをつけたまま行っちゃったらしくって、なんかピエン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 学校に、そう、切なくて泣いている時は状態になったりしてて最高や。ちなみに今日ほのぼのは二重をやってます。ももかもやってます。でももかちゃんに見てほしいんだけどさ、うん、めっちゃそれやってた。ドゥ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 これマイク。いや本当に顔がちっちゃくて、ね、顔がちっちゃかったね。本当やばかった。ということで2人やったらこんなもんかんだ。トモテヒートグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。うちらパーカー似合ってるよ。トモテヒートもグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。ちなみにほのぼのここは銀で、ももかちゃんは金です。ってことでこれを貼って学校に行ったことある人ぜひコメント欄から行くし、これちなみにノエノンが行きました。そのまま学校に。さすがノエノン対戦。エクステ、エクステザシスターズ。それでは皆さん、バイチャイヤー。どっちこれ？オッケー。